カルロス・エデュアルド・ペレスは、ベネズエラのカラボ・ボシュバレンシア出身のプロ野球選手。ウトウ・ミギウチ。MLB のオークランドアスレチックス参加所属。2008年に、トロント・ブルージェイズと契約を結び、プロ入りを果たした。契約後、参加のルーキー級、ドミニカン・サマーリーグ・ブルージェイズで、プロデビュー。58試合に出場して打率。306、29打点。 60アンダーを記録した。2009年6月23日に、ルーキー級、ガルフコーストリーグブルージェイズへ移動した。43試合に出場して打率、291、1本塁打、21打点、41アンダーを記録した。2010年6月18日に A-9、オーバーアンダブルデーズへ移動した。66試合に出場して打率、298、 日本類が41打点70安打を記録した。2011年4月2日に A 級ランシングラグナッツへ移動した。95試合に出場して打率2563本類四41打点98安打を記録した。オフの12月8日に母国ベネズエラのウィンターリーグであるリーガベネソラーナで ベースボールプロフェッショナルのレオネスデルカラカスに参加した。ここでは2試合に出場した。2012年はまず前年同様に A 級ランシングでプレーした。ここでは71試合に出場して打率2755本塁打40打点75安打を記録した。2012年7月20日に計1 0人が絡む大型トレードでヒューストンアストロズへ移籍した。 移籍後は、参加の A 級ランカスタージェットホークスでプレーした。ここでは、26試合に出場して打率、318、10打点、28アンダーを記録した。2013年4月1日に A 級コーパスクリスティフックスへ昇格した。ここでは、16試合に出場して打率、286、1本塁打、5打点、15アンダーを記録した。月日に、 トリプル A 級オクラホマシティレットホークスへ昇格した。ここでは75試合に出場して打率269日本塁が32打点71アンダーを記録した。オフの10月9日にレオネスデルカラカスに参加した。20試合に出場して打率2718打点16アンダーを記録した。2014年は 前年同様にトリプル A 級オクラホマシティでプレーした。88試合に出場して打率、259,6本塁打、34打点、78安打を記録した。オフにはレオネスデルカラカスに参加した。41試合に出場して打率、329,4本塁打、24打点、48安打を記録した。また、 11月3日に40人枠に登録された。2014年11月5日に、ハンク・コンガーとのトレードで、ニック・トロピアーノと共にロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイムへ移籍した。2015年4月4日に、参カのトリプル A 級ソルトレイクビーズへ移動した。ここでは、17試合に出場して打率、361、日本塁打、12打点、26アンダを記録した。 5月4日にメジャーに初昇格し、翌5日のシアトルマリナーズ戦でメジャーデビューを果たし、ドミニク・レオンから史上4人目となるサヨナラ本塁打を記録している。以後、コンスタントに出番を得て、ルーキーイヤーながら86試合に出場。打率、254本塁打、21打点、2盗塁という打撃成績を記録した。 2016年は87試合に出場して打率、209、5本類打、31打点という成績を記録した。守備では、82試合で3失策、守備率99、995、盗塁阻止率38%という成績を残した。2017年は、開幕から8月末まで、トリプル A 級ソルトレークでプレーした。9月1日に、ノーラン・ホンタナ、 ジェイソンが赤、フェルナンド・サラス、ノエラ・ミレスと共にセプテンバー・コール・アップでメジャーに昇格した。この年メジャーでは11試合に出場して打率、100点1本類打、3打点の成績を残した。2018年3月28日、大谷翔平のメジャー契約に伴って戦力外となった。2018年3月31日に、 ライアンシンフとのトレードでアトランタブレーブスへ移籍した。4月27日にディフェとなった。2018年5月2日にウェーバー工事を経てテキサスレンジャーズへ移籍した。7月16日にマイナー契約で参加の、AA、a a a 級ラウンドロックエクスプレスへ配属された。8月25日に再びメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。 オフの11月2日に FA となった。2019年1月8日にボルチモアオリオールズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。シーズンでは AA 級、ボーイベーソックスとトリプル A 級ノーフォークタイズでプレイし、2球団合計で102試合に出場して打率、243、14本塁打、60打点を記録した。 オフの11月4日に FA となった。2019年11月24日にオークランドアスレチックスとマイナー契約を結び、2020年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。ありがとうございます。